本当に悔しいね。ひどい考えの人間が国会でいるっていうんだったら難民条約から外れてほしい。入管法改正でですね、スリランカ人男性が2度も起こしていた性犯罪というのでですね、ニュースになってますけれども、東京出入国在留管理局から仮放免を許可された40代のスリランカ人男性が、過去に強制わいせつ致傷罪と強姦致傷罪で2度有罪判決を受けていたことが、デイリー新潮の取材で分かった。男性は2度の服役後、東京入管に収容、体調不良を訴え続け、2022年4月に仮釈放されてからは、関東省で暮らしている。これまでに男性は3度難民認定申請をして、強制送還を免れていたという報道があります。これを入管庁は認識はしてんでしょうか、あるいは把握はしてんでしょうか。ご指摘の報道については承知しております。